ビジョン・ザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナービジョン・ザ・富山今日のゲストは南砺市南地域でヘイズ・コーヒー・ロースタリーを営む。 清水英二さんですよろしくお願いしますはいお願いしますヘイズコーヒーの清水です,すこのヘイズコーヒーは2022年ですから一昨年の11月に焙煎所兼カフェをオープンされて、はい で今とっても人気があってお休みたくさんお客さん来られるありがたいことにありがとうございます行列ができたりとかそういうこともあると聞きましたけれどもそうですね週末とととかはあありりががたいいこにうござます特徴はコロンビアの農園を直接訪れてそこでスペシャリティーランクの豆を買い付けて自家焙煎して提供しておられるともうコーヒー好きな皆さんからもう注目のお店というふうに紹介 ししていいいるメディアをいっぱい見ました私も,私も大好きなので <laughs> コーヒー,ーぜひお会いしたいと思って、えー、う今回来ていたただきました、はいえー、清水さんまずは、はい、なぜこの南との稲見でこういった自家焙煎のコーヒーのお店を出されたのか、うん、そうですね、えー、ともともと、まあ,あの、まあ、後から話出てくると思うんですけど北側ってもう一人いるんですけどで彼と二人であの創業することになってその時はあのどっちも東京の方に いたんですけども、まあ、コロナ禍っていうこともありその創業時期が割とまあ物件も見つかりづらくっていうので、まあ、あの地元の友達にどこいいかなみたいな富山もちょっと探してるんだけどっていうところで、まあ、なんかあの稲見とか八尾とか氷見とか、うんはい、そこら辺のエリアを紹介していただいて、まあ、稲見にたたたどり着いたみたいみな感じですねもともと清水さんはご出身は富山 <し>そうですね出身が富山市ですね。うんはい、で18時ぐらいから大学で関東の方出て。はい でまあ、あのヘイズコーヒーをやるタイミングでまた富山に戻ってきたっていうような感じですね、はいうんでまあ、富山県内どこかいい場所ないかなと言ってたら、うんまあ、たまたまという言い方変ですけどご縁が稲見にあ,ったあそうですねいう今ほど出てきたその北川さん、はい、この2人でまあ共同経営という形でやっておられますけど、はい、役割分担ってどんんなな感じでですすか、うん、そうですね会社としては北川代表でやって,て、あのー、まて、あ、主に、えーとまあ、僕らはまあコロンビア からコーヒーヒ豆を買い付けてるんですけど、なんでそういう、まあ、バイヤーといいますか、美味しいコーヒーをこう輸入して、まあ、それを生豆の状態で各、まあ、ロースターというか、焙煎所に僕らみたいな焙煎所におろすっていうような事業もやってて、下が、はい、割とそこら辺を全部やってるってで、僕は稲見の,の店舗の方の運営っていうところをまあ主にやってるっていうような感じの役割分担にはなってますね。はいはい その豆さっき私スペシャリティーランクという言い方をしたんですけど、はい、コロンビアでしかもそのスペシャリティーランクの豆に力を入れているうん、うん、これどういう特徴があるんですかねスペシャリティーコーヒーっていうのはまあ何ていうんですかね簡単に言えば、うん、まあ一番おいしくて、うん、まあ誰が作ってるのかもちゃんと分かるようなコーヒーをスペシャリティーコーヒーってまあ定義づけられてるんですけど。 でまあ、僕らはあの、まあ、実際に生産地行ってダイレクトトレードでやるっていうのを、まあ、最初から掲げてやっていて、うん、まあコロンビア1カ国だけにしようってわけじゃなくてとりあえずはまあ1カ国だけしかまだできないので,、うんはい、で一番まあいろんな品種も育ちますしいろんな発酵技術もあったりとか<ー>本当に農家さんもいっぱいいていろんなコーヒーが取れるっていうので<ー>コロンビアを今やってるっていう感じですね。うん、はい 直接誰が作ってどんな形でやってるのかが自分たちも把握するためにも、ねはい、まずはそのコロンビアという一カ国でスタートしてコロンビア自身がやっぱりいろんなそのコーヒー豆を作っているそういう盛んなところっていう,ところでうか、ね、そうですねもともと北側がちょっとコロンビアに行ってたりっていうのもあってちょっと知り合いがいたりとかそういうのもあったんですけど、はいはい、そうですねコロンビアは本当に一カ国とは思えないぐらいセクト 本当に多種多様な、味わいみたいなのが、はい、味わえるので。そう、ねはい、本当に面白い国ですね。うん、そして、その北川さんが、まあ、もともとそういう生豆、生のね、豆を食いつけるというようなお仕事、ね。はい、<laughs> あの専門にやっておられたこともあって、うん、こう選んでこられた豆なんですけど。はい、焙煎する仕方によっても、変わるんですよね。はいはい、そうですね。うん、あ、そうですね。で、僕が焙煎を、ロースターとしてするんですけど、やっぱり、その。 番組が持っているこう味わいの特徴みたいなの、まあ、なるべくシンプルな形で火入れをして。出すみたいなことを今やってます、ね。はい。はい、えー、このヘイズコーヒーならではの特徴の。男とか、うん、なんかちょっと変わった焙煎の仕方してるとか、なんかあるんですか。そうですね。まあ、僕らの焙煎は、まあ、いわゆる、なんていうんですかね。苦味のあるコーヒーというよりかは。その果実味がある。あの。コーヒーをこう出してる。うん っていう感じです、ねあうん、まあ焙煎としてもまあより甘さを出した焙煎とか<ー>まあ結構火入れの時間だったりとか<ー>どこでどうしたらなんか甘くなるとか酸味が立つみたいなのも割と火入れでコントロールできたりするのでるそういうまあ僕らはあの産地の個性とか生産者の個性が分かりつつより甘さのある、うん、でまあとてもクリーンで飲みやすいコーヒーみたいなのを。 まあ心が掛けて焙煎はしてますね。豆にももちろんね味の違いがあるでしょうけど焙煎の仕方によって甘みとか香りがより立つっていうふうになるんですね。うん、びっくりですよね。びっくりですよね。<laughs> 奥が深いっていうか面白いなと思いますけれども。でまあ実際オープンからね 2>,、はい、2年が経ってもう本当に週末はねたくさんの方が来られてますけれど、はい、そこでまあもちろんねコーヒー入れていただくこともあるし、あのあとは あのー、豆自体を国内とか海外とかいろんなところのお店にもこうろしておられたりそうですね、うん、それこそあの生豆の状態ですと本当にまあ海外のロ,うん、うん、ロースターさんとかまあ国内、はい、まあ東京とかまあ沖縄まで、はい、ま本当に各地であのヘイズコーヒーがおろさせていただいてる豆があるっていうような感じですね2人でやられてこの2年ぐらい経ちましたけど、はい、どうですか振り返ってみられて。 どうすかね、うん、あっという間の2年間でそうですね、うん、まあ割とあの臨時度というか、うん、まあ地元の方にも来ていただいたりとか、はい、あのーまあ、外側あの全国世界にも発信しつつ、うん、まあ地元のお客さんたちとかも大事に、あのー、この2年間できたかなとは思うのではい。はい あっという間でしたね。あっという間に、まあ、順調に。まあ、順調に、はい、できたと思います。はい。清水さん、先ほど、まあ、富山出身で、まあ、関東方面の大学に行かれて、という話ありましたけど。コーヒーとの出会いというか、まあ、今こうやってお仕事になってますけど、どういうところだったんですか?。そうです。まあ、もともとすごいこう食が好きだったので。喫茶店みたいなのは、まあ、が大学生時代とか、まあ、よく行ってたんですよね。で、そこで。 まあなんか自分でもコーヒー入れたいみたいなのでまあコーヒー屋さんで器具買ったり豆買ったりみたいなことをまあし始めて、はい、でまあと同時にアウトドアみたいなこともすごい好きでアウトドアブランドで働いてた時もあったんですけどなんであのコーヒー豆持ってってそこで引いて入れてみたいなことをして,てまあこてどっぷりコーヒーの沼に浸かっちゃったみたいな感じですかね。面白いいみたいな はあ、そして、まあ、自分たちで、はいまあ、パートナーと出会ったのもあり富山ふるさと富山でこうやってお店も、うん、コロナがもしこういうね流行ってなかったらそのまま東京近郊でお店出してたかもしれないですけどねししそうですね埼玉東京あたりやってた可能性は結構高いかもしれないですねそんな沼にはまってしまった清水さん、はいうん、そのコーヒーっていうのは、はい、他の飲み物とはやっぱり違う私も実は大好きなので。うんうん 何て言うんだろうなんかよりパーソナルに近いとこにあるような、はい、なんかそんな飲み物な気がするんですけど清水、ね、さんから見たコーヒーの魅力というかうん,どんなとこにありますかそうですね魅力そうですねなん,なんだろうけど、うん <laughs> まあ、なんかやっぱりこう飲み物としてこれだけこう人の手がその一杯のコーヒーができるまでにこう何て言うんですかねいろんなフェーズで、はい、あの 生産者さんたちがいてその生産の段階でもチェリーをピックする人で、うん、それをむあの発酵させる人、はい、でそれを乾燥させてそれを選別する人とか、うん、まあ本当にそ,、まあ、そのあ後日本に来て、はい、味見をする人焙煎する人抽出、うん、す,する人みたいなのでほ、うん、本当にいろんな人が携わって、まあの一杯のコーヒーができるっていうのに、うん、やっぱりこう面白さというか、はい、やっぱりロマンじゃないですけど。 なんていうんですかね、味わいだけじゃない、まあ、うん、その他のまあ要素もすごいたくさんある素敵な飲み物だなとははい思いますね。コーヒーカップ一杯の中のこの飲み物にいろんなものがじゃあ詰まっていろ、ね、んな人が関わっているっいう忍城、ね、の一杯みたいな感じですかね。<laughs> <laughs> そうですね。<laughs> はい、そう思うとねなんか愛おしい思いで飲みたくなりますね。そうですね。な僕らとかはまあよりも産地とかも行ってるんで。うんはい 彼が作ったコーヒーっても分かりながら、はい、まあそれをお客さんに伝えつつ飲むので、うん、やっぱりよりこう思い入れがこう、うん、そのコーヒーにこう乗っかってくるっていうような感じは清水さんたちがね今お店をやっているのが南都市稲美地域ということで、うん、まあ最近よくねあの取り上げられていてこのフェーズコーヒーのほかにも、はい、パン屋さんとか、はい、あとは。 クラフトビールのお店とかいろいろ若いまた移住されてる方もね結構おられてこの動きまあのお一人ではありますけどどういう風に見ておられますか。そうですね。それこそ僕らが入ってくるっていうかまああそこでお店をやる時はあのベカザスクボタってパン屋とあとはベタナクラフトって宿がまあ飲みっていうレストランがああってでまあここまでこう お店が増える感じではなかったんですよ。うんうん、で僕らが、えー、とお店を出すタイミングぐらいでなんかどうやらクラフトビールもできるらしいみたいな、はい、でパン屋も一軒できるらしいよみたいなのがあって僕らが、まあ、お店やってその1年ぐらいで多分本当にあに起業だけだったら20ぐらい多分してるんです稲見、はい、の中で。はい、で本当に一気になんか業。 起業家がちょ,っとちょっとずつ集まる街みたいな感じになってて <laughs>、うんはい、まあそうですねでまあ僕の埼玉時代の友達のも移住してきて古着屋今やってたりとか,、うんかはい、してるんですけれども、はい、まあなんであの、まあ、小さい街ですけど、まあ、各お店がそれもなんていうんですかね東京のクオリティに負けない本当にいいものを研究して出されてるお店ばっかりなので。 まあ僕らがこう生活してて本当に日常的にビール飲みますし日常的に服買うし日常的にパン食うしみたいな感じでまあそれも逆もしっかり皆さんコーヒー飲みに来てくれるしみたいなのでま割と1個生活の基準基盤としてお店たちがこう成り立ってるっていうような感じがまあ結構いいなっていう感じはしますね。はい、はい で今おっっしゃったようにもうにも私たちどうしても富山にいると田舎だからとかね、うん、都会とは違うからみたいな思いが今までありましたけど、うん、もう本当に都会、東京とかそういうところと、うん、もう同じっていうかもっと個性があったりとかね,そう,ですねそういう人たちがプライドを持ってやってらっしゃるんだなっていうのは、うん、いそうですね,すね本当になんかこのままこの勢いなくならず稲見に面白い人たちがいっぱい集まってくればいいなと、ねはい、思いますね。はい まあ、そんなね、頑張っておられる清水さんたちのコーヒーを、今度は富山市のイベントで。あの、飲むことができる。そうですね。十一、はい、月の二十三、二十四日、はい、富山市の総側グランドプラザ、総側ベース周辺で。富山コーヒーフェスというイベントが開催されるそうです。はい、これどんな感じのイベントなんですか。すはい。富山コーヒーフェス、えっ、ー、と、今年初開催で、はい、えっと。古澤にあるハゼルコーヒーっていうお店と。 あとまあソーガーベースが運営されてるエバートという会社と,、はい、えっと僕らの会社3社でえ企画してるイベントです。うん、で、えー、本当に僕らがマジで美味しいと思うあのコーヒー屋さんがまあ全国から10店舗集まってまあそれをまあ飲み比べできたりとかあとはまあセミナーがあったりとか<ー>なんかそういうような感じで本当にまあテーマはまあ 人生で飲んど飲んでおくべき一杯っていうテーマで、まあ本当にこのロースターさんたちのコーヒーはまあ人生で絶対飲んでほしいなっていうロースターさんが、うん、まあその数日間11月23、24で集まるみたいな感じのイベントを開催します、はい。全国の焙煎士ロースターの方たちが心込めて。 おばいさんしたコーヒーが集まると、はい。そうです。ということなんですね。うすはい、もうぜひ。もう、清水さんもやる気満々な感じ。やる, <laughs> やる気満々です、ね。本当、<laughs> 本当にすごいロースターさんたちが集まるので。はい、ぜひ飲んでいただきたいなと思ってます。はいはい えでは最後に清水さん U ターンされてこうやって南東の稲見でねあの素敵なお店やっておられますがこれからさらにまあお仕事の面でもプライベートでも構わないんですけどこんなこと頑張りたいとかこんなふうにやっていきたいなっていうのをお聞かせください、はいはい、うんそうですね、まあ、個人的にはまああの稲見っていう地であの世界クラスのコーヒーをあの飲めるようなお店に。 ヘイズコーヒーロースしリーはなればいいなと、うん、はい、はい、思ってます何か新しい挑戦ってあるんですかコーヒーの面でそうですね会社としては、うん、まああの新しい店舗を作ったりとか、うん、っていうので、まあ、よりこうヘイズコーヒーのコーヒーをこういろんな人に飲んでいただくみたいな機会を、まあ、もうちょっと富山県以外でもはい、はい、飲んでいただけるようにお店を作ったりとかっていうのは、うん、多分あるかもしれないですね はいじゃあこれからも楽しみにしていますはいありがとうございますまずはねたくさんの方にねこの一杯私もこの前初めて飲んでま香りがいいなって私も詳しくは分かんないんですけど本当になんか気分が良くなる嬉しいだなと思いましたありがとうございますありがとうございます嬉しいですこれからも美味しいコーヒーを入れてくださいはいありがとうございます今日は南都市稲見地域でヘイズコーヒーロースタリーを営む清水英二さんにお話を伺いましたはいありがとうございましたありがとうございました